皆さんこんにちは、みさとです。ここは北海道の札幌駅北口、北海道新幹線の工事が始まって覆いがされています。昨日まで鉄道を使ってここ札幌までたどり着きました。朝大阪を出発すれば鉄道でも夕方には札幌に着きますが、東京駅と新幹線の秘境駅に途中下車しての旅でした。途中下車したので1日以上かかりましたが、さて新幹線と特急だけで移動した昨日までと違って今日は普通列車の旅です。今日利用する JR 北海道の切符は1日散歩切符、ご覧の区間の JR 線普通列車が1日乗り放題のフリー切符です。この切符で札幌から一回りして1日でまた札幌に戻ってきます。まずはこのホームに停車中の手稲行きに乗ります。札幌の次の桑園駅を出ると右手に札幌競馬場が見えて、札沼線の線路が分かれて行きました。札幌から16分で手稲に到着。この列車はこの駅が終点なので下車します。次の列車まで少し時間があるので駅を少し散策。駅から出ているバス路線がとても豊富でびっくり。だいぶ前ですが、テイヌハイランドスキー場に来たことを思い出して路線図を見ていました。この募集を見てバイトが必要なほど雪かきが大変なんだなと実感しました。待ち時間13分で次に乗る小樽行きの普通列車が来ました。この小樽行きは満席だったのでデッキで立っていました。手稲駅と次の稲穂駅の間には札幌運転所があって、車庫にはキハ261系や電車たちが休んでいました。銭箱駅を出るともう海が見えます。石狩湾の海、どんより灰色の空に雪が積もった海岸線、海が見えるだけで良い景色なのに雪化粧もプラスされて、函館本線の車窓の運びの一つと言えますね。沖合を見ると白い大きな船が見えました。新日本海フェリーの船ですね。船の形から新潟からの航路のラベンダーかアザレアのようです。日本海をフェリーでゆっくりと北海道へ向かう旅してみたいですね。銭箱駅から8分間走り続けて朝里駅。この駅は映画やドラマなどのロケによく使われるそう。南小樽駅を出ると廃線跡っぽい切り通しが見えました。これが手宮線の廃線跡でしょうか。手稲から約30分で小樽に到着。小樽の駅舎の中はとても素敵になっていました。しばらく眺めて何枚でも撮りたくなる感じ。小樽ガラスに彩られて夜はさらに幻想的になりそう。駅の入り口に昔列車の到着を知らせた向かい鐘がありました。小樽の駅舎、上野駅に似てるなと思ったら姉妹駅提携してるのですね。駅の正面の突き当たりにもフェリーが、なんだか乗りたくなってきますね。次に乗るくっちゃん行きは多分短い編成だし、早めにホームで待つとします。くっちゃん行きの H100 型が入線。ハイブリッドではなくてディーゼルエンジンで発電して電車のようにモーターで走る電気式機動車なのですね。列車は2両編成でしたが立ち客が出るほど。そして小樽駅を発車しました。 札幌から乗ってきた函館本線、小樽までは電化されていましたが、この先は非電化。そして線路は急勾配の山あいを越えていく路線になります。なのでこの辺りは山線と呼ばれています。函館本線は函館から旭川までの路線ですが、山線には急勾配があって、今では特急列車など全て室蘭本線を通って札幌へ向かいます。
ところで北海道新幹線はこの山線の近くを通って札幌へ行きます。新幹線ができると並行在来線は JR から営業を切り離される決まりになっています。このため小樽から長万部の間は廃止の上バス転換が決定。ここから先鉄道が走るのは新幹線が開通するまでの間になっています。夜市は山線区間では小樽の次に乗降客数の多い駅、日華ウイスキーの工場があることでも知られていますね。夜市とその隣の二木駅付近はワインの産地でもあって、車窓にはブドウの木がずらりと植えられています。然別駅を過ぎると車窓は一変、本格的に山線らしい風景に、スキーや雪山でないと見れないような美しい銀世界になりました。この辺になると積雪が多くて、ラッセル車で除雪したてのような雰囲気がありました。除雪作業の方、本当にお疲れ様です。小沢駅では反対列車と行き違いのため4分間停車。この駅の跨線橋、やたら長いと思ったら廃止された岩内線が分岐していた駅だったのですね。列車は再び山間部を抜けて町らしくなって倶知安町へ。倶知安の駅にはラッセル車の車庫もありました。倶知安駅に到着。この列車はこの駅まで2両の列車に結構乗っていたのが分かります。次は12時35分発の長万部行き。20分以上ありますが、次の長万部行きが多分1両編成なので、ホームで待つことに。1両編成の長万部行きが入線。倶知安駅を定刻に発車。さっきの列車よりはお客さんは少ないものの、1両なので立っておられるお客さんもかなりいて、ラッシュさながらの車内。年末ということもありますが、お別れ乗車のお客さんも多いみたい。車窓を見ていると川沿いに走ることも多いこの山線。山が迫れば仕方なくトンネルに入るという古い時代の鉄道の敷き方の典型例に見えます。片や室蘭本線は大正期に全通。比較的カーブや急勾配も少なく、山線より距離はあっても特急や急行は海線の室蘭本線に移っていってしまったと。かつての重要な本線が放置されて残っているのは、関西本線の亀山鴨間の雰囲気に似てる気がします。一番前のドア横の開けるのボタンでドアが開きます。新列車おたまんで行きです。一番前のドア横の On your left side of the train Please press the open button。倶知安駅から1時間半、終点長万部の駅も近づき、スピードも上がっています。速度は90キロ出ていますね。山線が始まる小樽から約3時間20分、長万部駅に到着です。時刻は14時を過ぎましたが、山線の列車が混んでいて、お昼がまだです。駅の待合室も人が多くて、食事をする雰囲気ではありません。そこで思いついたのは外で食べる。
駅前を数分歩けば内浦湾の海。海べりなら人気も少ないだろうし、そこで遅いお昼にすることに。小樽駅で購入しておいたサーモンイクラ丼、こういうロケーションでいただくのは最高ですね。海を眺めながら海鮮丼をいただくのはとても贅沢な気がしました。いえ、本当に美味しかったですよ。いい加減寒くなってきたので、食べるとすぐに駅に戻りました。あとは室蘭本線と千歳線経由で札幌に戻ります。15時34分発の東室蘭行きに乗りました。時刻は16時前ですが、12月末の北海道なので、もうあっという間に日が沈んでしまいそうです。長万部駅から2つ目の小幌駅、トンネルとトンネルに挟まれた秘境駅です。駅近くには民家もなく、この駅を利用するのは鉄道ファンか釣り客だけだそう。ちなみに東室蘭方面へはこの列車が始発だったりします。次の列車は19時台で、これが終列車。長万部行きは1日4本停車して、最終は20時台にあります。礼文島は道北の稚内の近くにある島ですが、礼文と名の付く駅はここにあったりします。豊浦駅と東屋駅の間で見える海、もう日没なので今日見える海のラストかも。東室蘭駅では4分の乗り継ぎ時間なのですが、長和駅で5分遅れると放送があって焦りました。でも東室蘭駅では乗り継ぎの列車が待っていてくれました。ありがとうございます。ちなみにこの苫小牧行きの列車、キハ143型という、元は50系客車だった車両をディーゼルカーに改造したものです。ですが客車時代からもう40年が経過して古く、2023年春で引退が決まっています。この旅がお別れ乗車となりました。竹浦駅で13分間停車して、特急北斗15号に道を譲ります。東室蘭での遅れも回復して苫小牧駅に帝国に到着。ありがとうございました。そしてキハ143型、お疲れ様でした。いよいよ本日最後の乗車列車の手稲行き、札幌まであと1時間と17分かかります。苫小牧駅を発車。もう早く年越しそばを食べたい気分。この日は大晦日でした。北広島駅で後から来た快速エアポート号が先発。この頃もうお尻が痛くてたまりませんでしたが、頑張って普通電車に乗り続けました。19時59分札幌駅に到着。今朝札幌駅を出たのが9時過ぎだったので、11時間近い旅でした。こんなに乗って2540円で旅できるので、この切符もだいぶお得ですよね。列車を降りて年越しそばをいただこうと駅構内のお店に行くと、すでに営業が終わっていました。大晦日だから仕方ないですよね。次回の動画は北海道最終日の動画をお送りいたします。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。